シレオポルト・フォンザッハーマーズォッホはオーストリアの小説家貴族ザッヘルマゾッホとも書かれる。ただしウィーンの発音では母音の前の s を優勢化しないためザッハーマーゾッホになる。レンベルク性ガリツヤをテーマにした物語が多い。初期は故郷を題材にした歴史小説を書いていた。毛皮を着たヴィーナスなど作品の一部に特徴付けられる精神的鋭いは 肉体的な苦痛に快楽を感じる投作は、精神科医、クラフト・エビングによって、1886年に著書、性の心理学で、マゾヒズムと名付けられた。哲学者、ジルドゥルーズによる、サドとマゾッホという著作もある。これは、精神分析において二項対立的に語られた、サディズムとマゾヒズムが、実は対立しない別物であることを主張するものだった。 毛皮を着たビーナスは、マッシモダラマーの監督によって1968年に映画化されている。毛皮を着たファニーにひざまずくマゾッホマゾッホ本人も、ョー・ファニーピストールと、夫人の奴隷となり、その願望と命令をすべて実現する、胸の誓約書を交わし、霊従した。この時に毛皮を着たファニーに対してマゾオッホがひざまずく、写真が残されている。また、 アウローラ・リューメリンというお張り子の若い女性と結婚し、彼女に毛皮を着たビーナスの登場人物と同じ名前であるワンダを名乗らせた上に貴婦人に仕立て上げ、ファニーの時と同様の制約書を交わし礼獣していた。しかし10年ほどで二人の関係は破綻し、ワンダは青年ジャーナリストとパリへ去り、作品と同様の結果となっている。ありがとうございます。